千葉市幕張でアジア最大級の食品展が始まり、過去最多となる90の国と地域が日本に売り込みをかけています。フーデックスジャパンは TPP11 や EU との EPA 経済連携協定が発効したことなどから、日本市場を狙った海外からの参加が増え、国内外合わせて過去最多の3500社が出展しています。特にヨーロッパは質の高いチーズやハム、ワインなどを売り込もうと大きなブースを設けています。また地球規模の人口増加で将来的に肉や魚の不足が懸念される中、代わりのタンパク源として注目されているコオロギの粉末をスープにしたラーメンなどの昆虫食も登場しました。